スキャットマン・クローザースは、アメリカ合衆国のミュージシャン、俳優、歌手、ダンサー、声優、インディアナ州出身。1910年にインディアナ州テレフォートに生まれる。15歳の頃からミュージシャンとしてのキャリアをスタート。時代は禁酒法の法令下にあり、クローザースは違法酒場などで活動をしていた。アルカポネの前でも演奏したことがある。 その後自分のバンドを結成して、巡業を続けた。1932年からはその才能を認められ、オハイオ州のラジオ局のオーディションに合格。局の番組へ出演したり、レコードも発売し、着々とキャリアを重ねていった。テレビに出演したことで俳優としても活動を始めて、1953年に、僕と祭りで会わない会、ミートメイティザフェアで映画デビューを果たす。 テレビでは、声優としていくつかのアニメーションに、声の出演もし、俳優としてもその才能を開花させていった。ジェリー・ルイス主演のコメディ映画やミュージカル映画などに、出演。そのうち、ジャック・ニコルソンと親交を持ち、彼が主演の4本の映画でも共演したことで、多くのファンを獲得。その中でも、格好の巣の上でにおける、監守役や、 スタンリー・キューブリック監督の異色ホラー映画、シャイニングの老人役でよく知られている。後者においては、サターン女演男優賞を受賞した。若き日のスティーブン・スピルバーグが監督した、ドワイライトゾーン、超次元の体験の一編では、主役も務めた。ラジオ局のオーディションに合格した際に、スキャットマンという芸名に難を示され、スキャットマンという芸名にしたこともあるが、後に、 スキャットマンという芸名に戻した。その功績が称えられハリウッドウォークオブフェームにもその名前が刻まれているほか黒人映画制作者の伝道にも伝道入りしている。1937年にヘレン・サリバンと結婚し1949年に一人娘を設けた。1986年11月22日、肺がんから引き起こされた肺炎にてこの世を去った。 連れ添ってきたヘレンもその翌年界している。ありがとうございます。